闇から光へポケモンコロシアム実況プレイ。皆さんこんにちは、ラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。とじゃあね、ミラーボのところに行くっつってから結構まあ戦い尽くしなんですが、まあ今日も戦っていきます。お前たちとここで戦えと言われているのだ。命令を守らなきゃな。結構手下いるんだね。ライダーのレガトさん、くらぎ玉と影坊主。よしよしよし、頑張ろう頑張ろう。もうほんと暑いね。セミがさ、なんかちょっと網戸に止まる時があるじゃん。てかあるんですよ。もうその時のちょっとイライラと言ったらないわ。セミって結構声大きいですよね。なんかなんとかデシベルってなんか音の単位ありますよね。あれどれくらいなんだろうな。セミって結構高そうなんだけど。うわ、ドガス来た。ドガスやだ、毒やってくるもん。うわ、攻撃外れた。高速スピン。ちょっとブラッキーはエイフィーに代わってもらおうかな。あーにしてもほんと暑い。皆さんも熱中症とかお気をつけくださいね。なんかね、実況してる時はね、ちょっと窓閉めてやってるんですよね。まあ声漏れるんでね。こうやってくっちゃべってるのが声漏れちゃうんで、だから閉め切ってやってると暑いわけですよ。そんで扇風機とか回してるんですけど、扇風機の音入ってないですよね。大丈夫ですよね。あーやだやだやだ、毒にならないでね。よしよし、いいぞいいぞ。あーエフェクトが長いんだよなこれ。念力の叩きつける。はい、これでドカスは落ちるかな。効果は抜群だ。なんかダークポケモン持ってる人と持ってない人がいるけど、その基準は何なんだろう。やっぱコロシアムで優勝したとかなのかな。ちょっとずつしか削れないな。早く波乗りを覚えてほしいな。念力と叩きつける。エイフィーの念力がもうかなり優秀なんですよね。これ強いわ本当。はい、クヌギ玉は倒れた。ブラッキーはレベル32に上がった。なんかもうだいぶ、そんなバカな、ポケモンバトル、ポケモンバトル、なんでフルネーム、バトルもスムーズにいくようになってきたね。戦えと言われていたが負けちゃいかんとは言われてないからいいのだ。そういうのヘリクツって言うんだよ、知ってた。じゃあエフィーを先頭で、とりあえず右に先に行ってみます。アイテムありそうな予感。あれ、んー、さっきのとこじゃないよね。じゃない、あれ、なんか見たことあるんだけど。わあ、だだだだ、違う人がいた。私はここで修行していつかコロシアムで優勝するのよ。あ、じゃあ優勝まだなんだ。ハンターのハモニー、ジグザグマとジグザグマ。ジグザグマも人気だね。なんか結構持ってる人多いけど、まあ、可愛いもんな。結構ポケモン可愛いの多いよね。ノーマルタイプとか草タイプに可愛い子が多い気がしますが、あ、でも電気タイプも多いかな。ピカチュウとかプラスルマイナーとか可愛いもんね。よし、一発じゃ落ちませんと。鳴き声攻撃。まあでもエイフィーはどちらかというと特攻型なんで、攻撃さ、あーだーだー、その命中率下げるのやだな、やだな。脳の叩きつける攻撃。うわ、外すか。じゃあスピードスターやって叩きつける。これ
それで落ちるよねきっと。はい、オッケー。よし、あと1体もジグザグマだったりするのかな。もしくはまっすぐまだと思う。予想ね、予想。さて誰が来るでしょうか。やっぱりな、まっすぐま来た。これだいたい予想つくよね。何お前威張ってんだみたいなこと言われそうですが、まあ別に威張ってはないんですけどね。痛い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 。はい、叩きつける攻撃当たる？当たんないのか。じゃあ念力、叩きつける当たんないな本当。いけるか。よしよしよし、ジグザグマ倒れた。よし、あとはまっすぐマ1体だけです。砂かけやだ。どっちどっちどっち。叩きつけるが余計当たらなくなるな、やっぱりな。じゃあ念力でダークラッシュいくか。頑張れ、一発急所。あ、無理か。やっぱ進化系だけあってちょっと強くなってますね。もう砂かけやだってば。命中率下げられるのはやだな。回避率上げられるのと命中率下げられるのはやだ攻撃が当たらないのが一番嫌なんだよね。はい、呼びかける。お、だいぶ回復したな。あともうちょっとだ。念力当たれ。うーっそー、ねえやだ、砂かけやだもうダダッコみたいになっちゃってるけど、もう気持ち悪いよそんなことしても。念力よっしゃ来た。波乗り、波乗りやったらさ、どんだけ命中率下がってても当たりそうな気がしません？え、ミサイル張りなんて使えるの？やだやだ、効果抜群だもんね。波乗り、なんでだよなんでだよ、フィールド全体にやれば当たりそうなのに。もうやだやだ。ちょっと待って、頭突き強い、なんで当たらないの暑いからイライラしちゃうよ。はい、イライラするのはやめます。まあ別にそんなにしてないけどね鳴き声がどんどんなんかステータス下げてきますね。雷、よっしゃ当たった。ヌオー初めてやったんじゃないこのバトルで。よし、まっすぐマは倒れた。ちょっとだいぶエイフィーの体力が削られちゃったな。あー自信なくす。いやでもね、結構まっすぐマ強かったよ。修行してる場所が悪いのかしら。そうだね、もっと有効的なとこに行けば。お、なんかアイテムの宝庫なんですけど。やった、来てよかった。タウリン、あ、能力上げるやつですね。インドメタシン、キトさん、あれ開かない、あれ開かない、ブロムヘキシン、なんだっけ、タウリンが攻撃でインドメタシンが防御で、キトさんが特攻で、ブロムヘキシンがなんだっけ、特防。てかさっき奥に進むとこあったな待って、こっちも相当気になる。こっち、ミラーバ様のご機嫌取って出世しよう。トレモが勝負を仕掛けてきた。チルトと発動。あ、回復してねえや、どうしよう。まあいいや、とりあえず頑張ってもらおう、エフィーに。お、なんだ、あ、チルットか、かわいいポケモンだな。よしよし、よかったよ。じゃあ波乗りで行こうか。波乗りで多分死なないと思うんだよね、まだまだ。あ、ハスボウも倒れないかもしれない。これは神秘の守り、
あ、待って、それじゃあ眠りにならないんじゃないですか。ちょっとやめてくださいよ、チルト先輩。やっぱりあんまり効かないね。わあ、こっちも効かないね。水鉄砲。エフィ、やめて。よし、縫おうね。じゃあスピードスターで波乗り。まあ、いい感じに削れるんじゃないかな、ちょっとずつ。わあ、思った以上に効かないわ。スピードスターってやっぱそんなに火力ないんだね。とりあえずハスボウは倒しましたけど、ダンバル、ダンバル。あー、炎タイプいないや。はい、神秘の守りはもう効いてますよ。 1K 波乗り。あと1回か2回ぐらいでいけるかな。ちょっとエイフィー変わろう。ドラッキーに行ってもらおう。そんで波乗り。じゃあブラッキーにダンバルの相手してもらって歌う。なんでこういう時に当たるの。ブラッキーか、そうだな。まあいいや、いいや、いいや、いいよ、大丈夫。とりあえず波乗りでもういいんじゃないかな。急所に当たった。おー、うまい。ブラッキーに変えた意味。まあいいよ、よくやってくれたよ、よくやってくれたよ。ハスブレロか、まだ1体いたんだね。すっかり忘れてたよ。じゃあこうしてまず先にチルッとゲットしようかな。一発でいけるといいな。スナッチボールいけ。A 連打、 A 連打、 A 連打のパワーを見せつけてやる。1、2の3、ほい、やった。チルッとをスナッチしたぜ。そっか、寝てたんだっけ。あー、忘れてた。あ、やばい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 。じゃあ呼びかけて、ヌオーは叩きつけるでいいや。ブラッキー起きてー。口が回らないよ、起きてー。乱れ好き。でも意外と草タイプの技をやってこないね。叩きつける攻撃。硬いな、硬いな、お前な。神秘のベルがなくなった。もういいよ。じゃあ噛みつくで叩きつける。いけ。微妙なとこだな。驚かす、驚かすってひるむ技だっけ。あ、ひるまないんだ。よしよしよし、いい子だ、いい子だ。なかなか結構なかなか結構辛い戦いだった。いかん、明るい未来が。お前たちのおかげで出世の道は断たれた。しくしく、なんかごめんな。けど出世したところでいいことはないと思うぞ。なんかこっちが正解ルートっぽいな。ここには回復のやつがないんだね。じゃあどうしよっかな。右何もなかったら回復行ってもう一箇所の方に行きたいと思います。ではカット。はい、やってまいりました。こっちチラッと見えたんだよね、さっき。銀ゼロのポケモンを探しに来たのかい。さてこの先にいるかしら。まあどこにいようと見つけ出してやんよ。はい、チェイサーのスーザ。ネイティと目のクラゲを繰り出した。そうだな、ネイティは倒せそうだけど。あ、間違えた。エイフィーとヌオだったか、ブラッキーだと勘違いしてた。じゃあ目のクラゲで波乗りいけるかな。多分ね、残っちゃうと思うんだよな。効果抜群だだよね。でも波乗りで落ちないな、これじゃ。続く攻撃。まあこっちは回復してきたからね。脳遅いんだな。
わあ結構効く。あでもそうでもないか。波乗り。そっか、ヌオーは地面タイプも入ってるから水タイプも普通に効くんだね。わ全然効かねえ。じゃあスピードスターで叩きつける。落ちるか。あーなんかギリギリそうだな。あ落ちたかも。よしよしよし。おレベルが上がった。順調にエイフィーたちのレベルも上がってきてますね。ヒメグマ未来予知。なあどうしようかな。まあいいや、このバトルはこのまま2人でやろう。おネイティも倒しました。倒してませんでした倒してませんでした、年歴やって波乗り。てかさあれ残ってるの微妙じゃない。微妙に残ってるか、なんか判断しづらいとこがありますけど、まあこれで落ちる多分両方とも。ノーもあとちょっと、あかんだあとちょっとですね。もうそろそろ他のポケモンに変えてもいいかもしれない。よしやっぱ波乗りはいいな。全体攻撃だしなかなかの威力があるので波乗りはほんと使えますね。はい勝利いたしました。スーザとの勝負に勝った。ポケモンがどこにいるか教えてあげない。教えろやまあいいよ自力で探すから。あんた方向音痴いそうだったら洞窟の中は辛いだろうね。そうなの、方向音痴なのだからね、めっちゃ辛いよすごい辛いよ。じゃあお立ちで、ヌオどれくらい、あともうちょっとだね。よしじゃあお立ちに頑張ってもらおう。あ待った、ブラッキーと交代。はい、こっちは正解じゃないっぽいよね。え、だよね。シャドウ戦闘員がいますけど後ろを通る。よし、じゃあこっちは正解じゃないっぽいんで。おやまあこんな地の果てまでやってくるとはご苦労様。いえいえ、あなたもこんなところでご苦労様です。ソットさんね。玉ざらしとリリーラ。リリーラって何タイプだっけ。岩と草、虫、あんまり覚えてないなんかだから何が有効だったかも覚えてないな。じゃあとりあえず噛みつく、玉ざらしから落としていこうかな。バークラッシュ、お急所、いいねいいね。ブラッキーの噛みつく攻撃。よし、玉ざらしは撃破。あと2体だね。ダークポケモン持ってんのかな。シャドウ戦闘員は持ってるイメージが強いんだけど。ドッケイル、あ持ってないんだ。そうかそうか。妖怪液やだ。うわ急所、あでも効かない。そうだな、じゃあドッケイルから倒していこうかな。毒系いる。ダークラッシュ、毒にされたら嫌だし、ブラッキーには虫タイプの技が効くからなって。強いな毒系いる。防御高いんだな。噛みつく、これでひるんでくれれば美味しい。うわ全然効かないや。体当たり、あ体当たりなら別にいいや。絡みつく攻撃、あんまり向こうは火力ないですね。じゃあ噛みつくとダークラッシュで落ちるかな。落ちてくれるかな。いいとも的なバカかもしれないな私は。もうなんか暑さで脳みそプリンみたいになってるわ。もうダメだわ。よし毒ケール撃破、あとはリリーラだな。絡みつく、てか絶対防御高いだろうな。ちょっと大立ち変わってもらおうかな。噛みつくで縫おうにしよう。もうちょっとで心のゲージもたまるんで
一石二鳥かな。波乗りが効果抜群だったら嬉しいなみたいな感じで。噛みつく、どれくらい食らう？あー食らわないね、なかなか。リディーラってあの黒い部分が顔ってことでいいのかな。なんかポケモンによってちょっとどこが顔なのっていうポケモンもいません？私結構なんかね勘違いしてること多いんですよね。ナックラーとかなんかあのハサミの部分が顔だと思ってなくて、ハサミっていうか口ギザギザの部分、なんかあそこが顔だと思ってなくてただのハサミだと思ってたんですよね。だからどこに顔あるんだろうってずっと思ってたんですけど、まあそう思うと私バカだなって思いますけどね。たまにいるんだよね、どこが顔なんだろうみたいな。リリーラもなんかあの紫の部分の黄色いとこが目かなとか最初思ってたりね。まあ相当アホだったんでしょうね。今はちゃんとわかりますよ、ちゃんとね。はい、ソットとの勝負に勝った。さすがこんなとこまで来るだけのことはあるわね。よし、こっちは残念ながら外れま外れ大外れさ。無駄な時間を過ごした間にポケモンちゃんどうなったかしら。ほう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 、くそー。でも私はわざとこっちの道を選んできたんで悔いはないわ。ってことで多分ね、あのさっきだよね、なんかちょっと洞窟の中の洞窟みたいな洞窟イン洞窟みたいな感じのとこがあったんで、そっちに行く前にちょっと回復とレポート行ってきます。はい、回復とレポートを終え洞窟イン洞窟みたいなところまでやってきました。ってことで行きます。ここっぽくない？正解。ほらなんかあの音楽聞こえるもん。なんかルンパッパがいる。なんかもう踊ってる影が見える。あの玉来たよ。ミラボ足大きいね。やっと来た。間違えた。ヤッホー君たち、やっと来たね。待ちかねちゃったよ。ミュージックストップ。はい、なかなか来ないからいい汗かいちゃったよ。ふほほほ。いやしかし君たちよくままここまで邪魔してくれたね。もうちょっとで全てうまくいくところだったのにな。でも君を倒しちゃえば計画は元通りになるんだよ。というわけで最後の仕上げに激しくもう一踊りしちゃうとするかな。レッツミュージックスタート。お、ミラーボと戦闘だなこの音楽なんだ。ちょっとその踊りやめてほしいな。ちょっとルンパッパとルンパッパ、なかなか陽気な音楽ですがちょっとやだな。なんか調子狂うな。ブラッキーとオータッチに頑張ってもらいます。じゃあ怪しい光と怪しい光でいこうかな。お、電光石火覚えてるけどちょっと火力が足りないかな。ってことでダークラッシュで。やっぱルンパッパ硬いのかな。怪しい光、怪しい光ってかなり使えるよね。まあ、混乱して自分を攻撃してくれればの話ですけど。わ、雨乞い、やだな。確か雨受け皿だったよね。なんだっけ、こっちじゃなくて特性。あ、やっぱりな。じゃあもう一匹の方も怪しい光やって、でダークラッシュ驚かす。もしかしてひるむ？でもよかった、回復してきて。ほんとこんななんかいきなりバトル申し込まれると思ってなかったけどよし、うわやっぱひるむのか。まあいいや、着実に一匹ずつ倒していこう。メガドレイン、うわやだな。回復されるのやだな。じゃあ噛みつくとダークラッシュでいいかな。噛みつくダークラッシュ水鉄砲。なんでルンパッパオスの方が1レベル低いんだろう。あ、てか大立ち集中攻撃すんな。ダークラッシュいけ。
ちょっと落ちないかな、これじゃあ。噛みつく。これで落ちるか。わけもわからず自分を攻撃しろ。一回ぐらい。なんだよー。なんなんだよ、お前。じゃあ、そうだな。電光石火で落ちるな、次は多分。だから、あ、待って、回復しちゃうんだった。微妙だな。噛みつくをこっちにやって、ダークラッシュで行くか。やだ、驚かす。やだ、ひるむのやだ。とりあえず1匹落ちるかな。てか、ミラーボ何体持ってたっけ。攻撃の反動受けた。ごめんね。もう一個技覚えてほしいな。攻撃技を。またルンパッパ、ルンパッパ、多いよ、ほんと。噛みつく攻撃。やっぱりあんまり効かないな。雨が降り続いている。あ、こっちは雨受け皿じゃないんだ。じゃあ、よしよし。怪しい光をやって、ダークラッシュ。どんだけ驚かせやってくるんだよ。まあでも効果今一つだし、あんま効かないからいいけど。あれ、驚かすってなんだっけ。ゴースト技だっけ。お、急所急所。うまいうまいうまい。ありがとう、私そろそろ交代しようね。ありがとう、よく頑張ってくれたよ。あ、こっちじゃない方にすればよかったな。やどれぎ、やだやだやだ。どっちどっちどっちに来る。大立ち、はい、帰る帰る。ありがとう大立ち。雨が降りやんだ。やばいな。ブラッキーは怪しい光こっちにもやって、大立ちはどの子にしよう。ウルナズクに行ってもらおうかな。よし、ふう、なんとかいけそうだけど。ウルノズクの空を飛ぶが頼りだな。はい、怪しい光。待って、またミラーボ何体持ってるか確認するの忘れちゃった。混乱、自分を攻撃しないのかい。しないのかい。どんだけ自分大事なんだ。自分を攻撃しないのかい。お前もかい。どんだけ協力してくれないんだこっちに。まあええわ。噛みつくで落ちるでしょ。そんで空を飛ぶルンパッパ。5匹持ってた ?6匹。あ、やっと自分を攻撃してくれたね。何ターン目だこれ。3匹怪しい光かけて、もうまだ持ってんのかよ。3匹かけてやっと1回当たってくれたって感じなんだけど。お、救助うまい。うまいうまい。混乱している。よしよしよし、いい感じだよ。はい、空高く飛び上がった。どうだろう、雨受け皿なんだろうか。うわ、オスの方ね。あ、じゃあこっちのメスの方は違うんだ。ってことで、まあ怪しい光使うまでもないかな。葉っぱカッター、やっと草タイプらしい技を使ってきますね。ふぅ。なかなか大変だな。ルンパッパも意外と硬いんだな。あー、2回救助はないか、さすがに。あ、混乱解けた。うわうわ、最悪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 。最悪。何避けてくれとんじゃ。しかもその中でも回復すんの。で、ヨルノズクはもう一回空飛んで。ルンパッパ早いな。あ、わかった、なんだっけ、スイスイ、雨が降ってると素早さが高くなるっていう特性なのかな。だから雨乞い雨乞いやってくるのか。どっちかが雨乞いやればいいのに。あ、急所だ。よし、あとは2体かな。お、レベル上がった、ラッキー。ウソッキーだ、ウソッキーかわいいよね。
なんでウソッキーだけ別なんだ。あ、ダークポケモンだからか。ウソッキーって意外とちっちゃいんだね。タイミングどっち？おい、夜のずくか。はい、空高く飛び上がった。待って、これでまたダイビングやられたら嫌なんだけど。やめ、受け皿で回復やめて。ちょっとまずウソッキーに怪しい光やって、ちょっと夜のずくがね相性悪いんで。雨乞い、どんだけ雨乞い好きなんだ。空を飛ぶ攻撃、いけ。いや全然だな、強いな。うわ、岩のだれ、やだやだやだ。うわっとい、これ全体攻撃だっけ。あ、やだやだ、おい、夜のずくなんてこった。ちょっとここにしようかな。わ、結構心解放してくれてんな。雨が降りやんだっていうことで、ブラッキー噛みついて、ダークラッシュ、ノーノー。ちょっと待って待って待って、じゃあちょっとハイパー状態直さずに、そのまんま攻撃、ルンパッパを攻撃してもらって、多分急所に当たったら勝てる。よし、訳も分からず自分を攻撃、いいぞいいぞ。なんでブラッキーはウソッキーを攻撃ね。あ、でもいや、まあいいや、ウソッキー攻撃して、ポポッコはダークラッシュをルンパッパに急所、よし。で次呼びかけるからね。よしよし、ありがとうポポッコ。ふう、なかなか時間がかかるぜ。あ、そんなに効かないんだね。ちょっとずつ削っていくのはいいな。お、ひるんで動けなかったと。はい、じゃあハイパー状態直すね。噛みつく、呼びかける、ポポッコー。よしよし、まあなんだ、普通のポケモンとあんま変わんないのにね。普通になんかダークポケモンには見えないけど。わっ、ひるんだ。もう一回噛みつくいけるかな。噛みつくいって眠りごな。わっ、攻撃外れるんだ。急所なしね、急所なしね。よし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 、ひるんでひるんで、よし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 。なんだこれ、調子いいぞ。ほんでブラッキーのターンでモンスターボール投げて、眠りごな、いけ、いける、お前ならいける、いけモンスターボール、一発、1、2、3、いやー、3だーみたいなこと言っちゃったよ。いいの気になっちゃうよ。待って、攻撃、ちょっと待って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 、死なないで、お願いだから。どう、危ない危ない危ない、待って、強い強い強い。ちょっと待って、ちょっとこれ怖いから、怖いからスーパーボール使うね。スーパーボール使って、そんで眠りごな、スナッチボールを投げた、いけ。これでもういけるっしょ、いけるっしょ、さすがに、さすがにいけるでしょ。1、2、3、え、嘘嘘嘘嘘嘘嘘、待って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 、ちょっと待って、眠りごな聞け。よし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 、はい、ふう、これでなんとかなった。なんとかなった。で、モンスターボールでいけるかな。ウソッキーに投げて、また奉仕でもやっとき。はい、3度目の正直いきます。
1、2、3。よし、いやー、やったぜ。ふう、なんとか勝てました。っていうか、まあ余裕だったけど、テンポが狂った。こりゃダメダメだ。結構お金くれますね。うまうま、おのれ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 、このままで済むと思うなよ。いつかきっと俺っていうんだ、僕じゃないの。華麗なステップで蹴り飛ばしてやるからな。あ、ダークポケモン計画も続けちゃうんだもんね。だレッツゴーエスケープ。帰れ帰れ何その走り方。ルンパッパ出しっぱなんだ。お、プラスルの声がした。カイ、今の鳴き声聞こえた？きっとプラスルだわ。あのドアの奥から聞こえたみたいよ。お、なんかアイテムがある。ほい、技マシン49。なんだろう。で、ポケモンも、あ、回復してくれてる。これはありがたい。じゃあエフィ前にしとこ。持ち物の技マシン、横取りか。横取りね。ちょっと教えてもらったんですよね、ブログの方のコメントで。ありがとうございます。お、プラスルがいる。で、なんかボログファイルがあるぞ。ボログファイルを見つけた。はい、 R と書いてある。リライブについて。ポケモンの心を閉ざし、戦闘マシンへと作り変えたダークポケモン。このダークポケモンが元のポケモンに戻ることをリライブと呼ぶ。はっきりとした原因はまだ分かっていないが、様々な要因があるようだ。これらの要因を取り去るとともに、二度と元に戻ることのないダークポケモンを作り出さねばならぬ。それは阻止しねばならぬ。阻止せねばならぬちょいちょい噛むな。お、強制ギプスだ。誰につけようかな。まあちょっと今はいいや。はい、他はなしと。プラスル大丈夫か。ちっちゃいな、ちっちゃい。キュンキュン。カイさん、プラスル、銀猿さん、お、シルバさんだ。大丈夫か。はは、カイさん無事だったか。お、プラスルもかわいいな。ごついのとかわいいコンビミラーバには逃げられたけど、これで一安心ね。本当に銀猿さんには何と言っていいのか。いいってことさ、シルバ。みんな無事だったんだ、それでいいじゃないか。ミラーバだってこうしてカイさんが追い出してくれたしな。キュンキュン。お、そうか、プラスル、安心してお腹が空いたのか。わはは、よかったな、なんかほのぼの。さあカイさん、こんなカビ臭い穴蔵からはさっさと退散するとしよう。お、戻ってきた。カイさん、今回はいろいろと世話になった、本当にありがとう。もう少し遅ければプラスルもダークポケモンとやらにされていたかと思うと、おろろろろ、恐ろしい。本当によかったね、パパ。ねえ、プラスルめっちゃ跳ねとる。いえいえ、どういたしまして。ん、どうしたんだ、プラスル。何？そうか、よし、わかった。カイさん、このプラスルを一緒に連れて行ってはくれないかね。プラスルも君たちの力になりたいと言っている。お、じゃあ仲間になるのか。うん、うん、そうだな。お前もあんな奴らを許してはおけないものな。すっごい可愛くって頼もしい仲間が増えちゃったね。カイさん、よろしく頼みましたぞ。はい、プラスルよろしく。かわいい、めっちゃかわいい。これから私はミラーバの背後の存在について調べてみようと思う。何か分かったらすぐに連絡を入れ。そうか、カイさんの PDA の番号を聞いておかなくちゃな。あ、それってポケモンデジタルアシスタント、略して PDA ね。あ、そういう略なんだね。ほら、カイもちゃんと持ってるでしょ。銀猿さんに番号教えなきゃ。携帯みたいなもんでしょ。はい、番号を伝えた。了解した。調べて何か分かったらすぐに連絡を入れよう。ありがとうございました。ミラーボが去ったとはいえ、奴らのダークポケモン計画はまだ終わっていないはず。少しでも奴らの情報を集めなくては。そうだね、阻止しなきゃ。お兄ちゃん、プラスルをよろしくね。はい、頑張って守り通します。てか一緒に頑張ります。この町の地下には通称アンダーと呼ばれる町があります。ひょっとすると奴らはそこからダークポケモンを運び込んでいたのかもしれません。なんで？僕はこれから地下の町アンダーについて調べてみることにします。
はい、気をつけてね、気をつけて。よし、じゃあ今回はこれで終わりかな。次に何をすればいいのかちょっと分かんなくなっちゃいましたが、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も見てくださると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。